どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお知らせです。はい、じゃあこちらのガズの初めてウクレレ、こちらがですね、いや、再販売開始になりました。これはちょっと前にね、ガズレレ ×Gラボプロデュースで、もうリーズナブルでもう弾きやすくて、もうほんと最初の初心者の最初の一歩にもおすすめだから、初めての一歩におすすめの初めてウクレレでもあり、これウクレレってさ楽しいよ、あなたも始めてみない、始めてみないというこうプレゼントとしての始めてほしいという願いも込めて、この初めてウクレレが、2020年12月20日日曜日の正午12時ぴったりより、ガズレレ公式ホームページより販売再開になりました。これクリスマスにもギリギリ間に合ったかなという感じなんですけど、皆さん。そして今回ね、ちょっと前にお伝えしました。これ、はい。G チューナー。ガズレレのプロデュースした、このチューナーね。はい。これ大きくて見やすいチューナー。これもですね、合わせてセットの、商品も、用意してますんで、ちょっといろいろガズレレ公式ホームページ内で見てください。そして今ね、同時にね、ガズのわがままウクレレの方もね、今予約再開しておりますので、どっちにしてもこの2つのウクレレの情報、チューナーとかの情報全部ここに集約されてますんで、ここでちょっとね、いろいろ見てください。そしてこのガズの、初めてウクレレのことをめちゃくちゃ今まで過去にもね、詳しくいろんな曲弾いたりとかレビューしたり詳しく紹介してる、動画があるんですけど、概要欄のところにまとめて貼っておきますんで、初めて、このガズの初めてウクレレのこと初めて知ったよという方もいらっしゃるかもしれないんで、その方概要欄の方にリンク貼っておきますんで、ぜひ見てください。それでは皆さん、楽しく音楽して参りましょう。ガズのわがままウクレレ、ガズの初めてウクレレ、合わせてよろしくお願いいたします。さようなら。